さあ、というわけで今回の企画を発表しましょう。かりんちゃんお願いします。本日の企画は祝澤部35澤部王決定戦。これだから3問か。あ、頑張れ頑張れ。これこれこれもしかしてかりんちゃん、かりんちゃん、かりんちゃん、3問正解でいくということで赤チーム、あーカリンちゃん正解した時のこう2回ぐらい声、やっぱカリンちゃんはもうなんていうんですかね、やっぱ肌の質が違うっていうか、ね、他のことやっぱ肌の質感が違うっていうかね、もう肌の質を見てるんですね、はい、どうカリンちゃんは嬉しいです全然嬉しそうじゃない、嬉しそうじゃない、わかんないけど、かりんちゃんに5ポイントちょっとかりんちゃんいかがですか、こういう感じなんですけども、ショック、違うんだよかりんちゃん聞いて